はい、では今節もやっていこうと思います。今節はホームに川崎を迎えての一戦になりますね。前節は、18位のジブリ磐田相手に2-0で勝つことができました。ということで初の連勝です、今シーズン。しかも完封勝利も、3ヶ月ぶりぐらいだっけ？で、まあ、前回の完封も、磐田戦だったんですけれども、まあ、本当に長いこと完封できなかったなという気はしますが、まあ、相手は川崎なんでね、まあ、点の取り合いになることは予想されますが、まあ、浦和戦以降、毎試合2点以上は取っているので、まあ、完封されることはないのではないかなと思いたいですけども、まあ、やっていきましょう。今節は出場停止が馬場が累積で、出れないね、この試合は。で、とうとうね、馬鹿横が使えるようになりましたよ、e フットボールで。今週のアップデートでようやく追加されました。あと、そう、もう一人ね、7人目の補強があったのを、ちょっと前回言うの忘れてたんですけども、まあ、キングロードという選手が、入ったので、その選手も関東同じでガーナの人だったかな。まあ、22歳っていう若い選手なんですけれども、まあ、なんか将来性込みで獲得したっていう話だったので、まあ、即戦力としてすぐ出てくることはないのかなっていう気はしますけれども、まあ、あとは新野がそろそろ戻ってこれそうかなと、言われていますが、まあ、浅野はね、結構かかりそうなので、ちょっとベンチ外にしなきゃいけないね。長谷川も、同じように怪我したということなので、まあ、小林祐希は最近どうなんだろうな。なんかちょっと前の試合ではベンチに入ってたけど、なんか結局全然試合には出てないから、このまましばらく試合に出れずに終わってしまうんでしょうか。まあ、スタメンは、まあ、馬場がいないので、まあ、駒井ボランチなのかな。まあ、前節はね、大崎が、まあ、1人引き気味、アンカーみたいな感じで、まあ、駒井と青木は割と横並びのような感じも見えたんですけれども、まあ、この辺はまあ臨機応変に可変していくと見ていいかなと思います。あとスタイルがサイドアタックしてるね。じゃあこれでいこう。明治安田 J1 リーグ。この時間は北海まあ、道よエくフ言えレーばルス去札幌年対川崎のフロンターレ、踊り切りこちらのの一戦川をお崎届けい戦たのしようまなす。試合をしたいと、前半、エスタディオエいいス感トじリオでで行われる本前日かのらゲーのムです。守備がはまってたので、このゲームの解前説半、は川同じ崎日に本一日本歩代も表シューミットをドフ打たィせルないダっていう北展澤開剛だっさたん、んですよ、どうぞよあろのしくお願試合いいたは。します。ただ、まあ、今年のね、さあ、ア前ウェー半の見ていきましょう。試合の時はもう3-0サイでド紹ボコ介でられてす。るんで、向あかのって試合右は、側が川崎、その左試合側だけがに大札活躍幌。したゴミスにハットトリックかまされたんだな。イエズミが全然止めることができなくて。で、ゴミスはその試合にしかバ点をン・ブ取っルメてスなゲいートらしいですね。で、最近はろくに試合にも出てないと佐々木、いうことなんですけれど三も。浦、ここまあ、あは一と旦さバックパス、すがにね、小林悠も年齢とともにおっと出場時間がこれ減っはスていっローたインのとなで、ります。この試合もベンチには入るかもしれないけども、多分マスルタメンシーでは出ないでしょう。高い、まあ、札家永幌へキラーで有名なんでバすン・けれベルどネスケルも、ケ、ただ最鎌田近へね、家永、小林悠にもやられてないよね、出てたとしても。立花田へバン・ベル代ネわスケりルにケ、ね、札立幌花キ田ラーへ、ということで、ここはまだゴ始ミまっスを出てしてくおる可能互い性様も子見なとくは信ない頼けがど続いも、ています。どうだろうね、全然出てないらしいから、近藤、さすがにこの試合だけ使ってくるなんていうことはしなスいペースようにな出気がするす、けど、佐々木、流れを止めまあんす。まりその相手によって戦い方変えるようなチームじゃないからね、川崎って。自分た駒ちの井かサッらスパチカョーク、スーパチをョークから左優サイ先すド。るチームだと思うんで。ボールほが上がら、る。ああ、十分に体勢を打てなかった。よし。残ってる。とりあえず打大ち島、たいけど打てな前かっに行きた。ます。
15分が経過。カウンター要注意。よし、止めた。ここまでは両チームとも0対0。時間は前半中盤に差し掛かっています。ワンツー、オッケー。スペースへ、駒井から菅。この石からでも狙う。おお。フィニッシュまで持っていきましたが、シュートは枠を外れていきました。枠に入ればな、キーパーキャッチできずに。こぼしたところを詰めるっていう感じにしたかったけども。角度なかったからしゃあないか。駒井がね、前節すごく良かったですよね。ファンウェルネスケル、まあ、見た人は分かると思います。おっと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 、終わった。よし、ゴールコンサドーレ。はい、見逃さない。スカショークもね、またタイ代表に選ばれたんで、今度は怪我しないで帰ってきてほしいな。前回ね、前回の代表の戦の時怪我して帰ってきましたからね。それでしばらく2ヶ月近く離脱されたの で、彼が復帰してから速攻でもう点を取るっていう活躍だったんで、まあ、やっぱいるいないは大きな違いがあるなと思いますよ。普通にシュートが上手いからね。札幌先制ゴールが決まりました。シュートが上手いし、なんかいてほしいところにいるよね。この後のゲームフィーリングがいいというか、チームにとっても大きな一点ですよね。センスの塊のような気がする。細かいプレー見てても。よし。はい、やらせない。抜けてくる。さあどうしよう。ここあら、なんか微妙でも、うでいシュートよし、曲がる、おこれシュートおほーお前か、いいね。立て続けのゴール決めてきました。筋肉番長、キーパーの弾いたボール、サンチンスの前が出したけど、今のはこぼれてくるのを狙ってましたかね。素晴らしい。プレーを予測した見事なゴールですよね。今の駒井絶好調だからね。岩田戦も1点目の近藤のゴールは駒井の神パスからだったし、でなんか打てなかったけど、なんか武蔵が孫ついて、あの一発武蔵に通したすげえ神パスがあったんだよな。さあ札幌、さらに1点を追加し2対0としています。あれちょっと台無しにされたのがバクッときたけど、いや止まらないですよねこの勢い。さっきのゴールをきっかけにチームとしての連携が出てきた感じですよね。はい、よし、本当に大崎から右へ、足元大事に行きます。よし、打つか、打っていった。枠外、大崎シュートまで行きましたが、ボールは惜しくも枠の外。この距離から打つ姿勢がいいですよね。まあ、今みたいに打てるときにどんどん狙っていく姿勢も大事ですけどもね。結構前からのプレスはまってるね。そろそろ前半30分を迎えようというところ。よし、いいぜ。自分で行く。どうしよう。5枚左サイド上がっていく。打つか、おーら、シュート。よし、とりあえず打って終わればいい。今のは決められてもおかしくないですよね。駒井絶好調すぎんだろ、ゲームだけど。大きなピンチでしたがチームを救いました。なんだこれ、なんか前節の動き反映されてるかな。さあファーストハーフ最初のコーナーキック、別に能力そんな変わってないと思うけど、まあ、目覚ましくいい活躍をした選手はアップデでパラメーターが上がったりとかすると思うけどね。よし、おー、もう1回だな。ディフェンス今のはよく体当てましたよね。最近コーナーね、思い切りですよね。あのそのまま打たずに、ね、バツボタンで落として、落とした先の選手に打たせるっていうやり方が結構ハマるんですよ。札幌は2本目のコーナーキック。あ、ちょっとこれどうだ、お、打て、おっしゃ、ボコボコよ。あれ、パク・ミンギュか。怒涛のゴール、勢いが止まらない。でも前もゴルフか、前もなんかこのゴルフパフォーマンスだったな。いやー、よく詰めていましたね。まあでもフラッグを抜いてないからいいよ。ましたよね、一瞬のプレーなので。フラッグ抜くのはダメだからね。つい決めてきましたよね。
次のプレーでよく詰めた、素晴らしいゴールですよね。あ、そう、パックミンギーね、ちょっとコーナーキック後で蹴らせたいな、コーナーのチャンスがあったら。なんかね、パックミンギーのコーナーキックの時のフォームがさ、なんかシュンさんみたいなんだよね。もうシュンさんみたいなのがキックフォームしてるってことはただものじゃないでしょう。さあ札幌、現在3対0と相手を多く突き放すリードをしています。実際なんか普段チームに勢いが出てきましたよね。流れの中でもサイドチェンジとかやらせようとすると、あの、やはり早くと伸びのいいプレーも出ます。ボールを蹴るんですよ。連続ゴールに繋がったんですよね。まあ、あくまでゲームだから。ここは下げます。現実でなんかサイドチェンジやってるところはあんま見たことないんだけれども。菅、守備の強度もあって、さあ右へ預けて、移動力もあって、ディフェンスこれを読んでいた。サイドチェンジをバシバシ通せるような左バックだったら、もうそれも守れる福森でしょう。チャンス来た。守れる福森とかも最強じゃない？さすがにフリーキックまでは求めないけど、あ、でも今ね、浅野いないから左のキッカー不足してるから、ボールが上がる、パックミンギーに蹴らせるのは全然ありだと思うんだよな。これはクリア。まあ、菅っていう選択肢もあるにはあるけども、多分枠入んねえしこいつ。さあ前半40分です。よし、鈴木へのボール、ここは繋がりません。近藤、よし、前へパス打って終わりたい。大崎へ、ここで、あ、右で打つんかい。積極的です。別に左で打てただろう。このところも狙っていく姿勢が素晴らしいですよね。いや、いいシュートですよね。はい、前から前から。大島、おっと、裏を狙っていきます。ちょっと今度、よし、三浦、彼のオーバーラップは今度のアクセントになります。岩田戦では背面の松原は圧倒してたよね。菅、後半相手がやり方変えてきたからちょっと苦戦してたけど、ボールのどこのパス、ライブ走らされて足つっちゃったし。札幌ボール、まあ、釣った程度だからこの試合は影響ないとは思うんだけども、中折り返した、されると困るからね。このヘッド報われませんでした。お前、近藤、スパチョークあたりはマジで怪我されると困る。攻撃で機能しなくなるから。前半もう終わるな。まさか3点も取れると思わなかった。ここさっき話し上げた去年の轟の川崎戦も前半 2-0 で川崎に前半は一本もシュート打たせないっていう、まあ、圧倒的な内容だったんですけど、ね、後半岡村が退場したんだよな。そこから流れが変わっちゃって追いつかれちゃったんだけども、北海道コンサドーレ札幌対川崎フロンター、今もねシュート打たせないしね。札幌が前半で3対0と大きくリードし後半を迎えます。後半ゲームはスタートしています。前半に点取りたいな。大島、前節岩手戦は終了間際に、あの終了間際というか終盤にあの1点追加してとどめさせたという感じで理想的な展開にはなったけれども、ああいう展開はそうそう作れないと思うので、やっぱり前半でね2点ぐらい取っておきたいかな。ここはカットします。前半2点取ったところで多分川崎も反撃してくるから、無失点に抑えることは多分難しいと思う。今のは抜かれていたらと思うと怖い状況でしたよね。ピンチのシーンでしたけどもね、ノーファールで止められたのは大きいですよね。ここで受ける、OK、さあ左サイドへ、ここで丁寧にボールは使う、いいね、からファーへクリア。このピンチをなんとか出します。あー、そこ通せないか。よし、詰めろ。ファン・ウェルメスケルケン、札幌がこのセカンドハーフ序盤を3点差でリードする展開になっているんですが、北澤さんはこの後はどうご覧になりますか。まあ、サッカーやってる人は分かると思いますけども、 3-0 からひっくり返すっていうのは結構難しいことですからね。しかもハーフですからね。しつけえな。後半はもうリスクを犯さず引いて対応していけばいいと思いますけどもね。その前に預けて、あー、通さない。まずい、飛び出した。ここはまずい、遅らせろ。
おいい形じゃないですか。さあそのまま行くのか。高尾がなぜここにいる。北澤さん、ここまでご覧になっていかがですか。か札幌としては無理して人数をかけなくてもいい状況ですよね。今は守備に集中して隙があったらゴールを狙っていくスタンスでいいと思いますけどね。 OK、 縦へ送る。ちょっとそろそろ選手交代を視野に入れながら。お前この選手に対しては北澤さん、OK、先ほどから結構厳しいマークがついていますね。まあ中盤のそこで起点になってますからね。この位置はパス回しで一番ボールが集まるポジションですからね。そこにしっかりマークをついて相手にペースを握らせない意図があると思いますね。撫でるようなボールタッチ。あ、でしょ。これはオフサイドは。あ、取られたか。これは直接キーパーへ。ちょっと一回切りてえな。三浦。よし。右サイドを上がっていきます。クロスを上げた。うん、弱い。おっとクロスから合わせましたが及びません。ちょっとそろそろ誰か変えたいぞ。ちょっと当ててるやつから。あっと。よし、ナイスカット。パスで繋いで攻め込んでいきます。オッケー。ああ。ボール奪いに行きます。姿勢が悪い。マルシーニョ。柔らかいボール。よし。バックパス。制限高のり40歳からフィード。あれ出しちゃったよ。川崎ボール。現実でもこういうこと多いからな最近。バテたやつ、武蔵を下げるか。バテてることではないけども、バカ横は。で、あとはどうしようかな。スパチョークも一応変えるか、白井にする。で、ちょっとこの辺ちょっといじるか。青木はどうせない左側の方がいいんだよな。赤横左側にして、白井をやや右側にして、あの例えば真ん中の方でいくか。で、青木はまあオフェンスのハーフだけで、まあシャドウっぽくっていう感じで、こういう感じでいきましょう。札幌が最初の交代カードを切ってきます。後半まだ点取れてないからな。とどめさせてえな。もっと前も言った通り、このチームは4対0になってもヒヤヒヤもんですけどね。岡村から縦。3対0じゃ追いつかれますから。右サイドへ振って近藤、つながります。ここで丁寧にコントロール、スペースに出す。おっ、じゃあシュート、OK、ゲット。オンサドール。今のも狛江のいい飛び出しだったな。容赦ない一発。なんか狛江のやることがしっかり明確化されてきた気がするな。外しましたよね。青木とかスパチョークがいないときって、なんかいろんなタスクしとってたから、制裁変えてるように見えたけどね。この辺の選手が戻ってきてからは、なんか役割がうまく分担されて、明確化されてきたから、早くも監督の期待に応えました。今回の調子がいいように見えるから。見事な采配でしたよね。選手としても交代直後に決めることができたので、ここからいい形で試合に入っていけるでしょうね。赤横さん、右足で決めましたよ。よしよし、勝ち着やな。現在圧倒的な強さを見せています。さすがにここまで行ったら。三浦、大島へ。 OK、 いいディフェンス。お、いいね。お、どうだ、いけ、シュート、シュート。5点目。オンサドール。今の狛江のプレー神ってなかった。さらに点差を離していきます。操作してるの俺だけど、やばかったんだけど、俺の想定以上の動きしてて、これとかこのかわし方、高い位置からの守備が良かったですね。このスルーパス、やっぱりあの位置を奪えると一気にチャンスに繋がりますよね。やば、いやフォワードの動き出しが良かったのはあるけど、
やべ、最強すぎるこれ。さあ札幌、このゲームの主導権を完全に抑えています。あともうツードップが前からガンガン追い回してもらえればいいんだよ。チーム全体に勢いが出てきたんじゃないですかね。はい、非常に大きな1点だと思います。バテてエスカル変える。もう一つ前に行きたい。おいスーパーソルダラ今度はのシュート。オッケー、しないか。オンサドール6点目今日は止まりません。いやさすがに見せやろ。あでも前なペドルゲ 7-0 食らったことあるからな。セカンドボールをしてやり返してえな。フィニッシュも落ち着いてましたね。あ震災の直後か。まだコクラがいた頃だね。いやでも本当にこんなにボコれたら気持ちいいだろうな。立て続けでしたよね。はい、先ほどのゴールをきっかけに特に川崎が相手だとなおさら1点いけますかね。柔らかいボールいいと変えますよ。あと時間あるからもう1点頑張ればいけるぞ。反抗スコア食らわしてやろうぜ。あまずい。さあ脇坂ちょっと言ってもやらせねえかな。おわちょっと誰か変えようか。ボランチ、あーここまでちょっとバッテリーほどでもないか。青木がちょっと減ってる。どうしようかしら、ここまで頑張ってもらおう。大崎に変えて宮沢、青木、ちょっと青木のとこどうしようかな。缶入れるか。菅をちょっと下がり気味にしてカーンを左ウィングにする。あなんか右ウィングの方がいいような気がするんだけどな。縦に行かせるっていうのであれば左ウィング、札幌は選手交代のようです。いいかもしれないけど、まあ、右のキッカーはこれでいなくなったけど、あまあでも狛江でもいいか。キッカーはで赤い横に反らせて、カズね。で、カンがここにいるので、スルーパス。ファーサイド。惜しい。最後ヒットしたんですが、バーの上です。さらに、よし。キーパーのショボキックを誘い。これはチャンス、シュート、正面か。ここはすぐ奪い返します。菅、さあ狛江で打て、シュート、いけっしゃ、単行スコア来た。オンサドール、ライブやってんじゃねえよバカ。何してんだよ、ライドリード。なんでそんなもん用意してんの。キーパーがファンブルしたボールをゴールに押し込みました。これはキーパーのファンブルを狙ってましたよね。ポジショニングも良かったですし、赤横ライブやってるじゃねえ。いいゴールでしたよね。いいね。あれこれハットか。3点目赤横ハットじゃん。あの宮沢のミドルでこぼれ球詰める。なんかさ、フォワードがこぼれ球を押し込むっていうゴールシーンないよな、今年。流れに乗ったんじゃないでしょうかね。そういうの大事なんだけど、あ、まずい。チャンスになる。やらせてたまるか。よっしゃ。7-0。7-0。やべえ。札幌、素晴らしい内容で見事な勝利です。北澤さん、試合を振り返って一言お願いします。札幌としてはどうしようこれ、ね、こんなことやっちゃってなんか逆張りになってないかな。見れましたし、ね、そういうことするとなんか現実でろくな結果にならなかったりするんだよな。さあお別れの時間が迫ってまいりました。赤横さんハットトリックっすよ。本日の試合解説には北澤剛さんをお招きしてお送りいたしました。北澤さん、これはね極端だけども、いやシュート20本で相手はシュート0本圧倒的ではないか。我が君は札幌が大勝を収めました。これあれっすよ、難易度スーパースターですからね。
スタンダードに戻してないですから。やっぱりスーパースターで7-0。そんなことできるんだ。これが1点目。トラップがでかくなったところをスパチョークがカットして、抜け目なく決める。でもこれもね、トラップミスを誘う原因となったのが、もう前からうまくはめてったプレス。それがバックパスを繰り返させたことで、トラップミスにつながって、それをかすめ取ってのゴール。これもセカンドボールの回収が良かったよね。そう、さっきも言った通り、相手キーパーが弾いたところの、こぼれ球を詰めるっていうプレーが今年は全然ないので、ミドルシュートがね、あんまり効果的に打ってない気もするけども。セットプレーも青木が蹴るようになってからは可能性が出てきたので。あ、これな。パク・ミンギュの方で。岩田戦の2点目、青木自身が決めたやつ、もう、あれセットプレー崩れだったよね。コーナーを蹴ってた青木が、もう後ろに残ってて、もう相手ディフェンスは誰も気づいてなくて、一人忍者のように隠密行動して、裏に抜け出して決めるという。あれちゃんと見てた高尾も良かったよね。で、バカ横さん。MVP がバカ横になってましたけども、これ、この狛江のステップ、こんだけアシストもしてるから狛江ヒーローでいいでしょう、この試合。これ、バカ横2点目か。あ、で、これ、あれだ、近藤のシュートを弾いたところを白井が詰める。で、次がバカ横か。バカ横のハットトリック。これ普通のシュートか。ニアに飛び込んで惜しかったやつ。狛江のシュートどんなんだっけ、これ。これですか。で、次かな。菅から狛江、宮澤のミドルへ弾いたところをバカ横。そう、こういう、さっきの白井のゴールもそうだけども、キーパーが弾いたところを詰めるっていうシーンを、もっとフォワードには求めたいかな。これで全部だな、ハイライト。はい、ということで、まさかの単行スコアで圧勝という、結果になりました。はい、別にね、こんな点差つけなくてもいいんで、1対0でも何でもいいんで、勝ってくれればいいです。勝ち点3取れればいいんで、なんとか頑張ってほしいなと思いますね。では、ここまでありがとうございました。また次回もよろしくお願いします。